水ほ銀行決済ビジネス推進部の中村と申します。本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございます。本日は前段で水ほにおける DX の取り組みについてご説明させていただき、講談ではこれら DX の取り組みの中で、えー、生まれてきました新規事業の事例として、QR コード決済サービス J コインペインについて説明させていただきますので、えー、よろしくお願いします。それでは、まず、 水保における DX の取り組みからご説明させていただきます。水保における DX の取り組み体制の全体感になりますが、水保の場合、組織として DX の取り組みを加速するために、ボトムアップのアプローチではなく、トップダウンのアプローチを採用し、まずは2017年4月に CDIO、チーフデジタルイノベーションオフィサーと呼ばれるデジタル分野専門の 役職とみずほフィナンシャルグループ全体で DX 推進のハブとなる部署としてデジタルイノベーション部が新たに設立されました。またデジタルイノベーション部はみずほグループ全体のハブ的な機能を有意しており、みずほ内はもちろんみずほグループ子会社のみずほリサーチテクノロジーとも連携しています。加えて社外のフィンテック企業や後ほど別途 ご説明させていただきますが新規事業のインキュベーション機能を担う2017年6月に新設されました株式会社ブルーラボとも連携していますそして DX の取り組み視点としては3点あります外部企業との連携やテクノロジー活用による顧客の利便性向上これら取り組みが広く公益に貢献することそして結果的にみずほのあらり工場や オスト削減につながっていくような新規事業の創出を目指しています。また、えー、みずほにおける DX の取り組みとしては、非対面や非金融の期待に応える金融領域での、えー、テクノロジーサービスや、ヘルスケア分野、地域共生などの非金融領域での社会課題解決にも取り組んでいます。特に新規事業開発においては、えー、フォーカスしているカテゴリーが6つございます。えー、1つ目は、 決済・送金領域における DX2 点目はブロックチェーンを活用したプラットフォーム作り3点目は地域 DX4 点目はヘルスケア医療5点目は AI を活用した DX 化6点目は社会課題の対応となりますここでは先ほど少し触れさせていただきましたが新規事業のインキュベーション機能を担うブルーラボの概要と特徴について説明させていただきます。 ブルーラボはインキュベーターとして金融領域に限定せず非金融領域も含めたあらゆる産業業種に視野を広げ新たなテクノロジーを活用した次世代のビジネスモデルの創造事業化を目指すことをミッションとして2017年6月に設立されましたブルーラボには現在デジタルイノベーション部との刑務者も含め約100名が在籍しておりメンバーの約半分は他の金融機関や 事業会社、スタートアップからの出向者となっており、様々なバックグラウンドを持つ人材が集まることで、多様な価値観や文化が混じり合う刺激的な環境となっており、人材面においても新規事業のアイデアが生まれやすい環境を構築しています。そして、ブルーラモの特徴の一つは、円周力になります。ブルーラモの筆頭株主がベンチャーキャピタルのウィルである一方、ミツホからの出資は、 15%未満に抑えています。これは、水尾銀行の影響力を小さくすることで、水尾銀行の本業とのカニバリを回避し、えー、銀行員らしくない自由な発想で新規事業を創造することを狙いにしています。二つ目の特徴は、オープンイノベーションになります。ブルーラボは、伊藤忠や損保ジャパン等、異、えー、業種からの出資に加えて、農林中央銀行、三井住友信託、 その他ち銀と、みずほ同業種である金融機関からも出資をいただいております。一般的にオープンイノベーションとは、ベンチャー企業や異業種との連携や協業が一般的でございますが、ブルーラボでは同業種である金融機関同士のオープンイノベーションにも積極に取り組んでいます。なぜなら同業種のオープンイノベーションにはスケール化のメリットもあり、例えば、水曽銀行がコスト削減として、 何らかの業務効率化をする場合にコスト削減が達成できたとしかしながら同業種でのオープンイノベーションではコスト削減できる業務効率化の仕組みを外反あるいは横展開することでトップラインの収益向上にも寄与することが可能となります。これら以外のブルーラボの特徴としてはプラットフォームの創出やアジャイルな事業開発が挙げられます。 このページではご参考ですが、先ほど説明させていただいた新規事業開発においてフォーカスしている6つのカテゴリーにおいて、どのような取り組み事例があるかを示したものになります。例えば、決済送金領域の DX 化においては、QR コード決済サービス JcoinPay 以外にもデジタル振興券やハウスコインがあります。また、ブロックチェーンを活用したプラットフォーム作りにおいては、 デジタル社債やコーポレートノート、そして地域 DX においてはスマートシティのような事例があります。まあ、本日はこれらを詳細に説明することができませんが、本ウェビナーのテーマであるスマート金融でもあります決済送金領域における DX の取り組みの中で2019年3月にローンチした QR コード決済サービス JCOINPEN ンンについてご説明させていただきたいと思います。 ここからは講談になりますが、えー、QR コード決済サービス JCOINPay についてご説明させていただきます。これは JCOINPay のロゴになります。みずほのブランドカラーであるブルーではなく、あえて桜色のロゴとしてサービスを展開しています。JCOINPay はみずほだけの閉じたサービスコンセプトではなく、地銀等を含めた様々な金融機関と連携した 独自モデルによって推進する QR コード決済サービスであり、キャッチフレーズはあなたのスマホに ATM ということで、ATM でできるお金に関する一連の行為は何でもスマホ一つでできることを表現しています。こちらは j コインペイのアプリイメージになります。非常にシンプルな UI になっており、送金、決済、 アプリへのチャージ、口座への出金といった一連のサービスを全て無料ですることができ、これがまさに J コインペイの特徴です。口座接続されている預金口座を持っていれば、その口座からアプリに必要な金額をチャージして、飲み会等の割り勘生産、あるいは会社経費の受け取り、お店での支払いなど、日常の様々なシーンで利用できることに加え、 預金口座にお金を戻すといった行為も無料でできますので、このアプリをハブにして A 口座から B 口座に現金を移すことも簡単にできます。ここでは J コインを含むキャッシュレスサービスを比較しています。中央左側に物理カードのクレジットカード、デビットカード、電子マネー、右側に QR 決済をまとめています。QR 決済はさらに クレカ紐付け型、デビット型、チャージ型に分類でき、J コインはチャージ型に分類されます。クレカ紐付き型は、その名の通り、クレジットカードに紐付いたサービスで、アプリ利用した金額に応じて、クレジットカードの引き落としがされます。そして、デビット型は、デビットカードと同様に、決済と同時に、即座に銀行口座から引き落としがかかる形式で、送金機能がありません。 一方でチャージ型はアプリに銀行口座やクレジットカードとお金をチャージして使える形式になっていますので決済やアプリ間送金に加えて預金口座への出金も行うことができます次になぜみずほ銀行が J クインペイをリリースしたかその背景について少し触れたいと思いますご認識のとおり決済分野は業種参入等も加速しており 銀行を取り巻く環境は、ますます厳しさを増している状況です。これまでの銀行のビジネスモデルの不安定さや収益低下が挙げられます。さらに、金融業界以外からの決済サービスへの参入事業者の増加に伴い、金融機関は決済サービス事業者に対して、口座からのチャージ等での連携はあるものの、消費者との直接的な接点は失われ、まさに土管化が進行しています。かかる状況下、 銀行ビザからが決済サービス領域に乗り込むことで消費者との接点を直接確保し新しいビジネスにつなげていきたいと考え j ーコインをリリースしました加えてこの業界で抱えている課題についてみずほだけの自前主義で独自にサービス提供をするのではなく他社とのオープンな協業を積極化することで金融機関の持つプラットフォームを全体として提供をすることが可能となりその結果として 付加価値の高い金融サービスを提供することができると考え、J コインをリリースしました。ここからは J コインペイに参画している金融機関についてご紹介させていただきます。北は北海道銀行から南は沖縄銀行まで幅広い金融機関にご参加いただいており、顧客基盤はおよそ8000万口座を有しています。例えば、このプラットフォームを活用すれば、 ある口座からアプリにチャージして誰かに送金し、受け取った方はご自身の好きな口座に戻すといった操作をすることで、スマホ一つで実質無料の振り込みを実現することができます。非常に便利なサービスとなっています。こちらは参加金融機関の詳細になりますが、97校に参加いただいており、そのうち87校と口座が接続済みとなっております。 加えて12月中旬には新たに74の信用組合に参加いただき合計170を超える金融機関に参加表明いただいておりそのうち160校とは実際に口座接続が完了しており金融機関も大幅に拡大している状況です次に J コインペイが使える加盟店を見ていきます 2019年3月のサービスリリース以降、J コインペイが使えるお店は着実に増加しており、内諾を含め現在107万箇所で使える状況です。次に J コインペイが使える加盟店を見ていきます。2019年3月のサービスリリース以降、J コインペイが使えるお店は着実に増加しており、内諾を含め107万箇所で使える状況です。例えば、コンビニではセブンイレブン、ファミリーマート、 ミニストップ。ドラッグストアでは、ウェルシア、コッカラファイン、杉薬局。百貨店でも、小田急、京急、西武総合、高島屋等でもご利用いただけます。こちらは、ファッション、グルメ、居酒屋になりますが、大手の松屋、すき屋、スシロー、ガスト、デニーズと、主要な飲食チェーンでもご利用いただけます。こちらは、家電量販店、 音楽、書籍、レジャー、エンタメになりますが、ビッグカメラ、山田電機のような量販店に加えて、富士急ハイランド、郵便局、スライド等のタクシーでもご利用いただけます。また、伊藤園の自動販売機等においても利用可能となっています。このように使える仮面提供は順次拡大していますので、ぜひとも J コインペイをご利用ください。次に J コインペイの特徴をご説明させていただきます。 他のペイメントサービスと何が異なるかについてご説明させていただきます。J コインの特徴として大きく5点挙げられます。1点目は全国の金融機関と連携した独自モデルになります。これは水尾銀行の閉じたサービスではなく、170個を超える金融機関に参加いただいており、これら金融機関との連携したビジネスモデルによってローコストオペレーションを実現しております。 2点目は、預金口座とのシームレスなやり取りになります。預金口座から、チャージ、預金口座への出金が無料かつ、リアルタイムで実現されています。3点目は、低い加盟店料率になります。これは、料率の高いクレジットカードとの接続をせず、金融機関の強みである銀行口座のみの接続にこだわっているためになります。これは、背景として日本と海外が大きく異なる点が挙げられます。 日本においては、ほぼすべての方が銀行口座を保有していることがその背景となります。4点目は、安心、安全になります。J コインペイは銀行法に基づくサービスとなっておりますので、通常の預金口座と同様の仕組みの中で運営されており、安全、安心にご利用いただくことができます。最後、5点目ですが、こちらは様々な金融サービスに活用されています。具体的な事例は、後ほどご説明させていただきます。 こちらでは様々な金融サービスの活用として J コインが将来どのような姿を目指しているかについて見ていきたいと思います J コインペイは将来的には単なる決済アプリにとどまらずお金に関わる様々なやり取りをキャッシュレス化していきたいというふうに考えております図の左側に位置している戦略的にも多くの競合他社による競合が激化している個人向けの決済分野から え、みずほの強みである金融機関ならではの経費生産等の法人向けサービスや募金、追加チャージ連携等へ展開することで他社に対する競争優位性を作り出したいと考えております。ここからは具体的な金融サービスの活用事例を6例ほど紹介したいと思います。まず一つ目ですが、法人向けの経費生産サービスになります。 税込イイビズと呼ばれるサービスで、企業の従業員の方が建て替えた交通費等の経費生産について、従業員の方の銀行口座ではなく、税込やカイトに直接送金できるサービスとなっております。これのサービスはすでにリリースされており、水尾グループ全体の経費生産においても活用されています。 実際私自身の経費生産についても JCOIN ビズを通して JCOIN で受け取っております企業側にとっても従来の総合振込と言われる振込手法よりも一般的には安いコストで振込ができることに加えて従業員の方にとっても手元のスマホに経費が入金される利便性がありますこのスライドはご参考になりますが企業から従業員への送金という文脈では 一部新聞等でも報じられてますように、給与のデジタル払い解禁の動きが挙げられます。特に給与は生活資金の基盤であることから、安全性の高い仕組みによる担保が求められていますので、現在も給与振り込みを担っている金融機関に優位性があるため、銀行法が適用される J クインペイも、金融機関としての安心・安全を訴求できるのではないかと考えております。 二つ目の事例ですが、J コインの募金機能のポチッと募金になります。クレジットカードによる募金よりも比較的安価な手数料で提供することができ、募金事業者様にもメリットができる仕組みになっており、ユーザーも数百円といった小額募金を J コインアプリから簡単にできるメリットがあります。こちらは10月時点において利用できる募金対象先になります。 また、コロナ禍を受けた感染防止の取り組みとして、おさい銭のキャッシュラス化にも取り組んでいます。神社も小銭の管理が不要になり、集計が簡単になるメリットがありますし、おさい銭箱に溜まった現金を定期的に回収することは、我々銀行都市の業務になりますが、これら業務効率化のメリットもございます。この仕組みは、神田明神や 東本勝等の神社仏閣で既でに導入されています。次に大学における支援金支給スキームについてご説明させていただきます。これは明治大学等で学生支援金の支給方法として J コインペイでデジタル給付した事例になります。大学は授業料を含め学生さんからお金を集めることは得意ですが、学生に対して個別給付することは 振込情報の取得等も含め事務負担が大変大きいことから税込みの仕組みを利用して実現した事例になります。次に口座接続が不要な税込ンライトをご紹介させていただきます。これは口座接続が不要なため出勤ができないことに加えて決済上限が3万円と電子マネーのような感覚でご利用いただきます。例えば未成年のお子さんの場合 銀行口座をお持ちですが、お子さんが口座接続して J コインを利用することはご両親も不安だと思いますので、このような場合にご両親がお持ちの J コインペイからお小遣いをお子さんの J コインライトに送ることができます。また、コロナ禍でお孫さんに会えないおじいちゃんやおばあちゃんがお孫さんにお年玉を送ることもできます。最後の事例として J コインから モバイル Suica にチャージできる仕組みをご紹介させていただきます。これはすでに昨年、実証実験を実施しており、非常に効果がありましたので、来年度のリリース向けて現在準備を進めています。これによって、クレジットカードを持たないユーザーも、モバイル Suica へのチャージが可能となります。また、これが実現されると、これまで ATM から現金を下ろして、 交通機関の券売機に現金を入れてチャージすることが減少することになりますので、全体としての現金の取り扱いが減少し、キャッシュレス推進が図られることになります。また、同時に ATM や券売機における現金集配業務も減少することから、金融機関にとっても現金のハンドリングコスト削減にも寄与すると考えております。本日の説明は以上となりますが、 みずほにおける DX の取り組みや J コインペイについてご理解いただけましたでしょうか少し宣伝にはなりますが、年末の12月30、31日にビッグサイドで開催されるコミックマーケットにおいて、現金以外でのキャッシュレス手段として J コインペイのみ利用いただけます。J コインペイでのキャッシュレスをぜひとも体験してみてください。ご清聴誠にありがとうございました。